はいどうも、藤野130ケージです。このね、5等分の花嫁のミクの新作フィギュアを撮っていきたいと思います。ちょっと5等分の花嫁めちゃ詳しいわけじゃないんですけど、ちょっとね、神台があったんで、この神台の情報を共有したいなと思って、今からプレイしていきたいと思います。まず1手目なんですけど、結構左に寄せ気味、ただまあ寄せすぎるとちょっとね、横ハメになっちゃうんで、このぐらいかな、このぐらいで、で、かつ、奥側でアーム止めます。で、これ奥側を狙っていくことがポイントなんで、絶対に奥側を狙うようにしてください。で、1手目で、ハマったら最高。ハマれ、いけ、乗れ、あー、オッケーオッケー。まあまあまあ、ハマってくれたんで。この台、ちなみに最短2手なんですけど、このコースだと3手ですね。で、次に、箱のまあ中心ぐらいで止めて、でバーの奥側を両アームで狙っていきます。でこれで一番奥のバーの上に箱の奥側を乗せに行きます。乗れよ、 OK、 いい感じや。はい、もうこれで次取れます。でこれ1手目に奥側を狙う理由が、この奥のバーに景品の奥を乗せるっていうところがまあ関係してます。こうすることで最後フィニッシュで手前側を両アームで狙ってあげることで、景品を奥にこうズリズリと送るんですけど、いけよ、ポケモンいった。はい、これでゲットです。はい、このね、一番奥側にね、景品をズリズリと持ち上げて落ちてきた時にちょうどいい感じにはまるのが奥側なんで、最初奥側を狙うっていう、そういう感じの、まあ、理由で1手目は奥側がおすすめです。ということでね、皆さんもよかったらゲットしてみてください。もうめちゃめちゃ今簡単な台なんで、一応最短2手で取れると思うんで。はい、ということで以上、藤野130ケージでした。ご視聴ありがとうございました。